最終12レース1着は西橋選手です。お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。それから今日はバースデー V ですね。いやよかったです。めっちゃ緊張しました、ね、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。では振り返っていきましょう。はい、ここはインコースからです。はい、緊張したというのはやっぱりスタートがあの追い風に急に変わったのでめっちゃビビり倒しました。これ落としちゃったんで、はい、あーなまくられあちゃんと回ったなっていう感じだったんですけどよかった。いやもう本当にあのかなえちゃんに申し訳ないです。しっかりとね壁になってくれました。はい、ここまでの戦いですけれども、はい、どんな感じですか。あまりすごくいいというふうには見えてないんですけど、すいません。いやでも全権にもらった時に D ランクって言われたんでやばーと思ったんですけど、はい、でも初日すごい時間あったおかげでめちゃくちゃゆっくり調整できたんで、そのおかげもあって多分 D から C には上がったと思うんですけどなんかまあでも本当に弱い感じはないんで、まあ中堅かなって感じですね。足は普通、はい、2位って言ってもね、なんか同じように出てきちゃうから、そうですね、人より前に出てくるんじゃなくてね、同じように出てくるから、まあ平凡な感じなのかなっていう。そうですね、ターン出口のなんか警戒さ持ってほしいんですけど、ずっと求めて調整はしてるんですけど、なんかいまいちな感じしますね。まあお天気もこんななので難しいですね、そこのところは。はい、はい、まあとりあえず誕生日に1着が取れて、はい、いや本当にノルマ達成できましたよ。スタートは本当に怖かったね。はい、はい、明日はね誕生日じゃなくて新しい年ですので、はい、27歳として走らせていただきます。はい、では応援してくれたファンの皆さんに一言お願いします。はい、バースデービン飾れてよかったです。ちょっとスタートを本当に慎重にしながら、予選最終日、ちゃんと無事故で、走り終えたいと思います。いい準優の枠で乗れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、12レースの1着西橋選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。